また振り出しに戻るのでしょうか。こんにちは、滑舌の良くないマッサンです。動画をご覧いただきありがとうございます。また北朝鮮とアメリカが脅し合いを始めましたね。12月4日付のザクザクの記事にその様子が書かれているのでご紹介します。ドナルド・トランプ米大統領が北朝鮮への軍事的圧力を強めた。非核化交渉が膠着する中、一方的に敵視政策の撤回を要求する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長に対し、世界最強の軍事力を行使する可能性を示唆したのだ。北朝鮮は今月下旬の党総会で重大問題を決定すると反発した。米朝が再び緊迫化してきた。私は金委員長が好きだ。ロケットを打ち上げるからロケットマンと呼んでいるが、実は私とは仲が良いのだ。トランプ氏は3日、訪問先の英国ロンドンで記者団にこう前置きし、次のように恫喝した。米国は世界最強の軍隊を持つ。できるならば使いたくないが、必要な時には使う。北朝鮮は非核化協議で、一方的に交渉期限を年末と設定し、米国から経済制裁の解除や米韓合同軍事演習の完全停止などの情報を引き出そうとしているが、思うように状況は進展しない。焦りの裏返しなのか、北朝鮮は最近挑発の度合いを強めている。北朝鮮外務省は3日、クリスマスのプレゼントに何を選ぶかは全て米国の決心にかかっているとの談話を発表。朝鮮中央通信も4日、朝鮮労働党が今月下旬に中央委員会総会を開き、重大な問題について討議決定すると報じた。大陸間弾道ミサイル、ICBM や核実験の再開を匂わせたのだ。韓国の情報機関、国家情報院によると、北朝鮮北西部トンチャリの正海衛星発射場付近で車両の動きが増加。外交筋によると別の場所でもミサイル関連と見られる動きがあり、人工衛星打ち上げや長距離弾道ミサイル発射を警戒している。トランプ氏の発言は北朝鮮の挑発を押しのめ、早期非核化を促すものだ。年末から年明けにかけて、朝鮮半島情勢は緊張しそうだ。国際政治学者の藤井いわき氏は、トランプ氏に脅しは効かない。北朝鮮はいつもの瀬戸際政策を取るが、トランプ氏は脅されれば制裁を強めるまでだ。苦痛も感じない。現在、北朝鮮に対して核開発を諦め賢明な選択しろと迫っている。米大統領選では北朝鮮に関する問題はポイントにならない。緊迫化してもしなくても変な妥協をしない限り損はしない。焦るのは北朝鮮だという記事ですけども、北の軍事力は明らかにアメリカよりも格段に劣りますが、ミサイル兵器に特化して配備を進めることによって瀬戸際戦略を可能にしてきました。あくまで瀬戸際戦略であって、アメリカと正面から対抗できるものではないと思います。ここを間違えて北の大将が強権ぶりを発揮し始めたら一気にゲームセットなんですけども、そこまでバカではないでしょう。アメリカが韓国を名実ともに同盟関係から切ってしまえば、国がどうなろうとも関係ないとも言えます。そうすると残るは日本ですが、相変わらず国会では周辺状況など一切変えみずに、秋も終わりだというのに桜の話に興じています。野党の先生たちは国民の危機感を何も悟っていないらしいです。アメリカは北に先制攻撃を仕掛けたいかもしれませんが、
そうするには大義が必要です。北が頻繁に発射する飛行体は明らかに国連決議違反であると思いますが、いまいちパンチにかけます。一発でも日本の国土に北の飛行体が着弾すれば反撃できるとは思いますが、皆さんはどう思うでしょうか。コメント欄に書いていただけると嬉しく思います。それから評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さんはどのように思われるでしょうか。どんどんコメントしてください。動画への評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録していただければ大変励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。